端端端端端あ、はい、そう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 、でハーフスイング、そうだ、1、はい、2、はい、ラスト、3、OK、 あ、もう曲がりません、曲がりません、はい、OK、 OK、 最高、すげえの、なんだろう、本人より私が一番嬉しい、喜んでる、サイ&コーじゃん、カン&ペギーじゃん、サイ&コー、ありがとうございます、もうキャリーパリンパリン、サイ&コー、ちょっと向けて、サイ&コー、そうですね、そう、ぐるっとバーッと始まって、はい、2、ラスト、はい、3、OK、 あ、これ曲がんないわ私が信じて、もっと左、もうちょい左、オッケー、そこ信じろ、信じます、ちょっと、おー、すごいな、すげー、これだ、すげーよ、持ち気の力だ、ナイス、すげー、いや、ナイス、ナイス、マジで、ね、グリーンね、私のことちょっと信用してないからね、信じろって言っていた、してる、してる、だいぶしてる、そこは、ね、はい、待って、投げですもんね、一緒になるんだけどね、ファンカーにやり投げないですよね、左の、まずね、あっちじゃなくて、はい、こっちに、こっち、こっち、はい、そうで、左足下がりの、つま先下がりだから右に行きやすいんですよ、はい、で、次にあっちに、で、その時に、まあ、バンカーが左にあるんだけど、これ、スライスしやすいライなのね、はい、なので、バンカーの方向を向いちゃって、なるほど、バンカーの真ん中狙ったりとか、バンカーの左側打っても別にいいかなって、OK です、そんなに、で、もし引っ掛けたとしても、引っ掛けた分飛んでくれるから、バンカーには入らないかなっていう計算、さすがです、はい、保険打ってありますよ、え、保険打ってありますかね、保険かけたり、入れるかどうか、入れんだ、入れる、すみません、そうですね、はいでも温度が握りに行くわ、私の想像をはるかに超えて握りに行く想像以上、想像以上想像以上だったマジか、ここは比較的簡単だね、はい、まあ、ほぼ平らの軽く左足上がりかな、はい、まあ、ピン狙ってても一ピンの左側がいいかな、左側、ここバンカーピンの間、はい、バンカーピンの間、はい、ワンクラブ上げてるよね、9番。OK。もう一回右見て。見てた。OK。こんなないね。無理。曲げたくないとかでなんかちゃんと打たなきゃね、意識がすごい強すぎてものすごくゆっくり。ゆっくり。ゆっくり。ゆっくりってる？めっちゃゆっくりってる。多分ヘッドスピード30ぐらい、30ぐらいこれ54じゃないのか、今何と思ってますか、54でございます、54だったら、エッジとピンの間に落としてほしいんだけど、普通だったら、まあ普通にフワみたいな感じで、その辺の、うん、手前だ、超えた手前で、はいはい、はいはい、超アバウトか、54、もうちょっと長くに行って、なんでかっていうとつま先下がりだから、そうだ、クリーブランド見ない、そう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 だそうだ、クリーブランドちょっと書いてあるから、クリーブランド見える、そう、あと振らない、1、2、もう同じ方向になってくれ、同じ、そうそうそう、そこまでそこまで、1、2、そうだ、頼むよ、もうちょっと左向いて、 OK、 リズムアップ、オッケー、ナイス、うわ、すげえ、距離切った、ぴったり、ナイス、すげえわ、ちゃんとこっちまで振ってね、フォローするね、先生、質問です、これどこに落としますか、普通はすごい難しいですね、けどこれ、ここその斜面にそう、当てる、ちょっとピンよりも右狙うぐらいな感じ、難しいのは
スキンよりちょっと右ら辺でいいかな。スキンより右ら辺を狙って、こっちのために落とすってことだね。そう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 です、そうです。おー、うまい。うそ。やばー、今のうめー。なんか結構さ、はい、なんか惜しいとかって増えてない？あ、惜しい増えましたね。ほんとそう。どっち曲がる？バック？え？やっぱ乱視？乱視？乱視のせい？乱視のせい？あー、まあ見えるじゃ見えるけど、ほぼまっすぐか、ほぼまっすぐか、まあ確かにちょっと左行くかもね、ごめん、うん、えって言ったけど、若干確かにここあるよね、マウンド、うん、ま、ね、っすぐ、ね、こいや、こっちと、え、こっちとこれと、これとこれを比べるとこっちの方が高い。あー、なるほどね。そうそうそう、あ、いいと思う、いいと思う。そういう風に見てください、必ず。いいね、いいね、いいね。ほぼまっすぐだけど、そう、ごめん、えって言ったけど、確かにここマウンドがあるんで、あのちょっとこっちに行くかもしれないので、真ん中より少し右ぐらいでいいです。右カップ外しちゃダメ、絶対。登れてない、どっち？ノボです。はい、ノボなんで、もう本当にもう、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 こんなになります。ダメ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 、やりすぎ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 だね、やりすぎだね。いやいや、ごめん、あのね、ここね、まっすぐ見てください。でも、難しい、難しい、難しい、すごい難しい。まっすぐ見てくださいって、まっすぐ、まっすぐ、まっすぐ打ってくださいって話で。難しいの、もう、まっすぐの概念が多すぎる。あれ、うわー、いやー、ナイス。いやー、ボギーでもボギーね。3オーバーね。あ、ごめん、3ホールで1オーバーね。そう、それ続けば3オーバーね。ね、キモっ。待って、いくつで上がれんのそれ。 30? だから3オーバー、だから3キュー。3キュー、持ち券3キュー。OK。 OK。 ナイスポーズ。うまいね。ありがとうございます。だってあそこからのアプローチって結構難しいと思うのよ。あ、ぶっちゃけあれうまいと思った。あれか。でしょ、でしょ、でしょ。うまいと思ったでしょ。うまいと思った。だから、そう、あの、やっぱピッチングとかその9万8万とかを対応してあげると、あの、意外と近寄るじゃない。うん、なんとなく。うん、それでね、あのパーチャンスとかっていうのが生まれてくるから、うん、そういうチャンスをどん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 作ってあげることがすごい大事。まずはね。確かに。いや、今日は本当目から鱗だらけの。いや、もうなんか概念がね、もう全て崩れた感じだよね。うん、ただ先生がいない時にどこに落としどころがあるかっていうのをちょっとまだやっぱりさ、まあまあ自分たちでやっていかないといけない部分はそうだね。今の最後のやつとかもそうだけど、確かにそうだね。今あの YouTube 上に出てる、まあ僕らの動画もそうですけど、あとあのガリウドパイセンの動画とか、あとグリッチでも出してますよね。うん、レッスン動画出してます、うん、だからまあそういうのもやっぱ今回のもう僕らのこの成果というかね、その変化を参考にもつけん大先生の見ていただけたら、うんうん、あのラフからの自撮らはマジでヤバいと思った。この人マジでヤベえ人なんだと思った。本気でだから、ね、そうで回ってないもんね、だってね、うん、そうですね、そうですよ、そう、確かに、ね、うん、まあこういうぶっ飛んだ先生です。はい、よかった。レッスンの方受けてみたいでしょうか。いやー、もう本当すごい、はい、すごい、はい、うん、ありがとうございました。ありがとうございました。今日は、はい、ありがとうございました。またよろしくお願いします。お願いします。こちらこそ、ありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。イエーイ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いやー、プロってすごい、うん、すごいね。なんかもう全ての概念が変わるしね、うん、これはためになる、うん、まあ、こういうことって気がする。やっぱりね、僕らよりやっぱ何千球、何万球、うん、ね、何千スイング、ね、何万スイング振ってるわけですよ、多くね。
っていうのもありますけど、でもやっぱりなんていうんですか、いろいろ超越し始めてるとか、あれ寄せ方とかね、こうやってこうやってこうやってこうってポンって打つんですよ。何寝ようとしてんの何寝ようとしてんの打つってねえなと思ってちょっと打ったら、うんうん、あ、ガッていっちゃったのね。逆にガッていっちゃったのね。もう本当に改善策をこうパッパッパッって見出してくれて、そう、予想以上のことが起これば、うん、予想以上に曲がってるねって言われたけど、想像を超えた、想像を超えたそんな曲がるんだ。でもあれはやっぱあの持ち気の良さでもあるでしょうね。だし、まあ俺の持ち玉をまず知らないだろうね、うんうん、そんなにね、打っても知らないしさ、うんうん、あ、こんなに曲がるんだ、OK、マネジメントミスったって自分でミスを認めてたしね。そういうところが面白い、うんうん、なんかどんどんこう一緒に楽しみながら改善されていく、なんかかっこいい髪型気持ち悪い、かっこいいから、まあいいやね、気持ち悪いけど、まあいいよ今ね、で、まあ、ご褒美で、ね、僕やらせていただきましたけど、うん、ね、実際のところその内訳を聞いたじゃないですか、料金、ね、料金的なね、はい、これ驚愕だね、あれ驚いたね、驚愕、これなかなかプロにおさらにこの金額では絶対無理だろうって、うん、これいやけどそんなことねえだろって多分視聴者さんの方も思うと思うね、本当にすごい破格、うん、ハーフね、うん、まあハーフですけど、いやでも内容的にはもう十分お腹いっぱい、やっぱりそのいろんな部分でこうポイントポイントで伝えてくれる、僕らに入ってくるこのインプット側もやっぱ限界ありますから、まあ、ハーフぐらいがちょうどいいし、それに対しての料金もえって何回か聞き直すぐらいのね、そんな金額、破格だよね、破格だね、金額はね、破格、マジ破格、あれびっくりしたわ、これぜひ問い合わせてほしい、問い合わせたらマジでってなっちゃうね、なるマジでってなるよね、マジでなるマジでってなる、え、ぜひちょっと試してみてください、ぜひね、うん、だ僕らもこのねレッスンでまたちょっといろんなね新しい、ね、技術をね学んじゃったからね、学んじゃったからちょっとこれはちょっと身につけて、ね、ここ対決しますからどうして、ね、そうそうそう、それでね、うん、実際マジでね18ホール対戦しますから、うん、もう知見の生徒として、うんうん、どっちが優秀かっていう、うん、まあいろんなそういうの絡んできますから今後、うん、確かに、うんまあ、ちょっと長くなりましたけど、はいはい、ね、まあ、参考になった方、はい、ちょっとぜひ受けてみようかなと思った方、はい、高評価、チャンネル登録、逆にそれ受けてもらえ、受けたい方は持ち券のところでしょ、あ、あ、そっち、ああとりあえず持ち券のところにこう問い合わせてみていただいて、面白いな、ためになったなと思った方はチャンネル登録、ああそれですね、それですそれです取り直しません、チャンネル登録高評価、はい、よろしくお願いします、はい、僕らの今後の成長も兼ねてお願いします、はい。練習場お得みたいな、あの、あ、おこちゃん、おこちゃん、おこちゃん、面白いと思ってくれたらチャンネル登録と高評価よろしくね。